議員選挙へ立憲民主党より立候補しました原田健介より皆様へこの選挙の意気込みそして決意をお訴えいたします。皆さん大きな拍手をお願いいたします。皆さんおはようございます。衆議院候補の原田健介です。今日本当に多くの皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。そして今日この場にお集まりいただいている皆さんもそう、今日この場に集まることができずに選挙区内各地ではるかに多くの皆さんがもう一刻も早く私のポスターを貼らなきゃいけない、私の支援を しなきゃいけない、今日も多くの皆さん動いて支援をしていただいています。そして何よりも先ほど各弁士の方からもいろいろご挨拶激励もいただきましたが、前回の衆議院選挙からの落選のこの3年間、そしてさらに言えば最初2019年に参議院選挙に挑戦をしてからのこの5年間、本当に多くの皆さんに支えていただいて、今回3度目の挑戦の今を迎えることができています。3回目、しかも一度も当選をしたことのない私原田健介が自分の思いだけで3回目の挑戦に迎えることなんて到底できないんですよ。改めてこの3年間、この5年間お支えいただいて支援の輪を広げていただいた皆さんにまずは感謝をお伝えしたいと思います。本当にありがとうございます。そして私原田健介は今こそ国会に行きたいんです。国会でやりたいことがあるんです。やらなきゃいけないことがあるんです。この岡山から皆さんの力と一緒に政治を変えて今と未来に向けた政治をやらなきゃいけないんですよ。皆さんの力を貸してくださいよ。前回の衆議院選挙の落選からの3年間本当にいろんな人たちの声を聞いていろんな現場に足を運ばせていただきました。学生の皆さんが生活費だけは何とかすると、だけども原健さんとこれ以上学費を上げるのはやめてくれと、こういう学生の声はその学生のわがままでしょうか。子育て世代の皆さんが、先ほど私の友人の杉原さんも話をしてくれました。子育て世代の皆さんが子供の今と未来のために保育園、学童保育、子供の学びや育ちの場をもっと広げてほしい、そう思うことは子育て世代の皆さんの自分勝手な思いでしょうか。そして今日本当に多くの世代の皆さん、学生の皆さんから同世代の皆さんから先輩世代の皆さんから多くの世代の皆さんが応援に来てくださっていますが、全ての世代の皆さんがもうこれ以上生活の負担を上げられないから、せめて社会保険料のさらなる負担のアップだけはやめてほしい、こう思うあらゆる世代の皆さんの思いは身勝手なことでしょうか。そんなことないですよね。こういういろんな世代のいろんな暮らしの皆さんの声にしっかりと政治が耳を傾けて、そしてそのいろんな不安を解決をしていくために政治がある。そして今その状況は全く政治が生み出していない。だけど政治が変わればまだまだ皆さんの生活、皆さんの未来のためにできることがあると私原田健介は信じてますし、そのためにこの選挙、小選挙区の勝利で皆さんと一緒にこの岡山からスタートを切っていきたいと思っています。最初2019年の参議院選挙の挑戦でした。その時でもやはり暮らしのことがないがしろに後ろ向きにされていることへの
大きな怒りを持って選挙に出た。そしてそこから5年、今この2024年になってもうさらにひどい状況だと私原田健介としては思ってます。アベノミクスの中で掛け声だけはね、掛け声だけは威勢の良い政治がずっと続いてきました。株価は上がった、所得資産をどうするか、そういう大きな威勢の良い掛け声だけはあるんですけども、どうですか皆さん、今起こっているのは暮らしの危機です。生活の危機です。未来への危機です。ここを変えていきたいんですよ。今回の選挙にあたって皆さんのお手元にまもなく、もしかしたら私の政策のパンフレット、この時間が間に合いきれば、間に合わない、はい、間に合わない、間に合わない分熱量でお伝えをしていますが、今回私は今こそ託してください、今こそ託してくださいというフレーズでこの選挙に臨もうと思っています。それはもちろん今こそ私原田健介に皆さんの一票を託していただきたいということ、そしてこれだけ裏金問題、統一教会、いろんな問題で政治への不信、不満、怒り、さらに言えば諦めが起こっている今だけど、今こそやっぱり政治に向けて皆さんの思いや皆さんの怒りや皆さんの希望を託していただきたい、そういう思いで今こそ託してくださいというキャッチフレーズにさせていただいています。アベノミクスで上から生活を引っ張り上げよう、上からぐっと経済を引っ張り上げよう、そうすれば上も引っ張られて、いつの間にか皆さんの暮らしも引っ張り上げられるんじゃないかというアベノミクスの結果、上だけが引っ張り上げられて、この十何年間起こってきたのは格差の広がり、格差の広がりが今の皆さんの生活の不安への声になっています。私は違うと思うんです。政治がやらなきゃいけないのは、上からうわっと何か社会経済を無理やり引っ張り上げようとすることではなくて、一つ一つの生活の現場に、一つ一つの暮らしの現場、地域の現場、働く現場、それぞれに寄り添って、それぞれの場所にしっかりと支えをしていく、それぞれの現場にジャッキを入れて、少しずつ社会を持ち上げて、経済を持ち上げて、人の暮らしから社会経済が動いていくギアを入れることが、それが政治の役割だと私原田健介としては思ってます。そのためには人の生活最優先の、人の安全最優先の政治へと変えていかなきゃいけない。今こそ暮らしですよ。消費税の食料品の負担を減らす、こういうことだって政治が決めればできる、やらない理由がない。この数年間ガソリンが高くなって、地域の暮らしはどん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 厳しくなってる。トリガー条項をスタートしてガソリン税の減税やりましょうよ、やれるんですよ。そして今こそ地域です。先ほどお米の価格の話もありました。一次産業を支えないと、今日本の食料自給率わずか 38%、 お米はギリギリ食料自給率 100% になってますが、もうこのままいくと10年15年先にはお米ですら自給率 100% 切りますよ。そしてその時には他の食べ物も、日本の中で安心安全にきめ細やかに作られた食べ物がなくなってしまう。一次産業の皆さんを支える食料の、農業の皆さんへの個別所得保障制度、これ復活も政治が決めればやれること、皆さんの暮らしのためにやれること、そしてやっぱり暮らしの中こういうこともありますけども、公共交通もこれもやらなきゃいけない。今ここ路面電車も走ってます。公共交通に関わる仕事の方も今日も多く応援に来ていただいてます。免許を返納した後の暮らしをどうしようか困ってる皆さん、悩んでる皆さんがいる。お子さんが高校生に上がって、当然免許は取得できないけど、やっぱり公共交通がないことによって高校の進学の選択肢が非常に限られる人たちもいる。どこに住もうと、何歳になろうと、
やっぱり移動の自由があること、そして移動の自由を政治も支えていくということ、公共交通の維持整備、これもしっかりとやりたい。今こそ暮らし、今こそ地域、そしてやっぱり皆さん最後に今こそ未来ですよ。未来のことも語りましょう。今のことも大事、今こそ今から未来に向けてやっていく。私が明確に掲げたい、例えば小中学生の給食費の無償化、こういうことだって今全国の自治体で頑張ってらっしゃる自治体はそれをなんとか実現しようと思ってやってらっしゃる。でもこれ住む場所によって、住む地域によって、義務教育のあり方、子育て支援の根本、食べていくということ、これが大きく変わるというのは私はおかしいと思います。国の政治が責任を持って教育もしっかり支えていく、そして教育の中でも一つ大事な小中学生給食費の無償化、こういうことだって政治が決めればやれるんですよ。やりましょうよ。そして未来に向けた話の中で、もちろん私38歳の世代で、もっともっとテクノロジーの部分、進化をしていく技術、こういうことも暮らしの中に取り入れていかないきゃいけない、その思いも強く持っています。でもあえて言わせてください、ご利用しのマイナンバーカードは違うと思います。誰も利用してない、誰も嬉しい思いをしてないので、このままいくと保険証、紙の保険証がなくなります。それによって多くの皆さんが混乱をしていて、せっかく本当はうまく使えばテクノロジーを使える方も、テクノロジーとちょっと距離のある方でも、みんなが豊かになっていくためのテクノロジーが、このままいくと全く誰の役にも立たない、皆さんの反感だけを買う、現場の混乱だけを招く、そういう状況になっていく。このマイナンバーカード、保険証をなくすということは、これは私が目指している未来では全くありません。皆さんの生活の安心安全のための未来を作っていく、その思いを今日ここを皮切りに、これからの12日間私自身も精一杯訴えていきますし、でも私だけの力ではこの選挙勝ちきれないんですよ。3度目の挑戦になります。この過去の2回ももちろん勝ちたかったんですよ。でも今回は今こそ勝ちたい。私原田健介は今こそこの岡山1区から政治に入ってやりたいことがあるんです。私原田健介は今こそ人の暮らしの、人の生活の安心最優先のために政治でやりたいことがあるんです。38歳、政治の世界の中ではまだ若いねと言われるかもしれないけど、もう時間がないんです。岡山の生活のために、日本の未来のために、政治が変わるためにはもう時間がないんですよ。ぜひとも皆さん改めて力を貸してください。そして皆さんと一緒にこの岡山1区小選挙区での勝利、歴史を作って歴史を塗り替えていく、そのための挑戦を進めていきますので、原田健介にどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。原田健介でした。